移民を受け入れて、そしてこれをですね、あの人は、あのオバハンは高度人材と言っております。高度人材と呼ばれるその介護職の人間を日本に入れましょうと言ってるんです。高度人材だからこれは移民ではございません。それがですね、63歳小池百合子の主張でございます。こんな子供騙しの論法が通じるわけないでしょうよ。であればどうするのかと、都知事になった場合あんたはどうするのかと聞かれたら、私は介護職に手当を、東京都内だけですけれども手当を増額いたします。じゃあその財源はどこにあるんでしょう。財源は外国人生活保護の打ち切り、民間高齢施設への課税強化。外国人生活保護を止めるのは都知事の専権事項なんですよ。そうだ、東京都知事が決断さえすれば誰が都知事になってもできるはずなんです。しかしあの人を含め誰もやらないんですね。誰もこんなこと公約に載せません。ですから私は皆さんにお約束いたします。私が都知事になった時、一番最初の都知事としての命令は、外国人に対する生活保護の窓口を直ちに閉鎖しろと命令します。たったこれだけで400億円ですよ。これが恒久的に東京都民の元に戻ってくるんですよ。私は必ず約束を守ります。これだけのね、これだけの覚悟を持って聴衆の皆さんに訴えかける候補者いないんですよ。皆さんに示した公約、これは日本人のための公約、財源を確保し、そしてこの世の不条理を正す公約だと心の底から信じております。だからこそ皆さんに具体的に公約としてあなたたちに示してるんです。それだけの覚悟を持って皆さんに約束ができるのは桜井ただ一人でございます。本当に最後までご清聴誠にありがとうございました。